ヒット離れで少し遅れを取ったのは4番の金子武史。さあ並びがこのまま変わるのかどうか注目の2マーク側です。今日の難敵は風、水面上の風はこの時間帯も横風を中心にして回る状況。この難しいコンディションは誰が一番味方につけるでしょうか。4日間の短期決戦第13回スマホマクール杯12レース優勝戦が始まります。さて内枠3人はひとまずは枠番通りで待機行動コース決まっていきそうです。そのパワー3強が内枠3人、中でも準パーフェクトペース順風満帆の功績は1コース1番の秋山直行。衰え知らずのターンスピード、冴え渡るハンドルワーク、資格はないか秋山の陰線。地元ただ一人にコース2番の一柳和孝、どうこの2コース攻略なるか。復権の時へ3コース3番の松本明恵、今季は A1 復帰が視野に入るペース。そして結局は並び変わったセンターコース4コース角1、5番の後藤誠也は今が育ち盛り伸び盛り、5コース4番金子武史、久々の V なるか。最終章自らのハッピーエンドで飾るか。6コース6番の佐久間明、1番2番3番5番4番6番でスタートしました。4コース角を思い切って5番の後藤を踏み込んでいきましたが、内枠3人が伸び返していく1マーク。3コース松本どう立ち向かう、真ん中割りに行った5番の後藤も追随するも、しっかりと1番の秋山直行シャットアウト。スタートは前提正常でした。秋山逃げて先頭、真ん中狙った3番松本、2番手で2人が早くも抜ける形。3番手争い2番の一柳、外に5番の後藤、後藤が2番手狙いに行く2マーク。それでも外スピードつけてかわすのは3番の松本、後ろ3番手争い、くるっと回る2番の一柳、外からは5番の後藤、さらには佐久間明の道中戦も注目。さあ今節の最終章絡むかどうか佐久間明、それでもまだまだ3番手は後藤、わずかに体勢有利か。2周1マーク、外握ってかわしに行く2番の一柳、佐久間遅れ取っての5番手。さあ3番手争いがまだ決着つかずの状況。インコース5番の後藤、アウトコース2番の一柳、ビタリと両者が手が合う状況で2周2マークへ向かいます。さらにもう一辺6番の佐久間も加わろうとする2周2マークの3番手争い、先に回る後藤、握っていった2番の一柳、わずかに3番手はまた5番の後藤がバーに出るか。レースは最終周回に入っています。あっさりと寄せつけず、1番の秋山完封劇で準パーフェクト VA、 先頭最後の1マーククリア。3番手先回りは2番の一柳、5番後藤の差し返し、まだ3番手争いがホットな状況でラストターンマークへと向かっていきます。今年初、通算では76回目、戸田は2014年8月以来6度目の優勝へ、1番秋山先頭、3番松本2番手、焦点3番手は最後はわずかに5番の後藤が前か、まもなくゴール、優勝1番秋山ゴール、3番松本ゴールイン、5番後藤2番一柳の順でゴールイン、6番佐久間ゴールイン、ラスト4番金子ゴールイン。